ようございます。1月24日火曜日の東京インフォメーションです。東京都は来月ライフワークバランスエキスポ東京2023をリアルとオンラインで同時開催します。ライフワークバランスエキスポ東京2023働きやすさのその先へは、来月7日火曜日の午前10時から午後6時まで東京国際フォーラムとライブ配信で開催されます。メインステージでは基調講演 DX で実現する豊かな生き方働き方をはじめ、2022年度の東京ライフワークバランス認定企業の認定状授与式や、多様な働き方、女性活躍、男性の育児と仕事の両立をテーマにしたパネルディスカッションが行われます。さらに男性の育業促進に関する基調講演や取り組み事例を紹介する男性育業フォーラムが行われます。参加を希望する人は公式ホームページからお申し込みください。また企業と正規雇用での就業を希望している女性などとのマッチングを支援する私らしく働く合同就職面接会が来月7日火曜日から9日木曜日までの3日間午前10時から午後7時まで東京国際フォーラムホール E2 で行われます。参加するおよそ200社の面接を書類選考なしで受けることができるほか、著名人による特別講演などがあります。参加を希望する人はホームページからお申し込みください。都は来月障害者スポーツフォーラムを開催します。今年度の障害者スポーツフォーラムは来月12日日曜日の午後1時から5時半まで一橋大学一橋講堂とオンライン配信で行われます。第1部のシンポジウムはデフバレーボール女子日本代表監督の加納美幸さんや東京2020パラリンピック水泳金メダリストの木村敬一さんらをゲストに迎えてトークセッション形式で行われます。第2部では2つのテーマの分科会を視聴することができ、各団体が出展しているブースでは相談会が行われます。参加を希望する人は来月3日金曜日までにホームページ、郵送、ファックス、E メールのいずれかの方法でお申し込みください。とはデジタルで見る身近な生き物の世界東京自然生き物展を開催しています。東京自然生き物展は東京の自然と生息する生き物についてデジタル技術を活用して知り理解を深めることができる体験型展示イベントです。4つの自然のフィールドと生き物を 8K 映像を使って紹介し、参加者は手元の小型モニターで自由に観察できる東京ネイチャースコープや多摩川の上流から下流までを360度水中カメラで撮影した映像で紹介し、参加者は手元のコントローラーで視点を自由に動かすことができる多摩川360度ツアー、専用タブレットを使って東京に生息する生き物を AR で探す地図から探す東京生き物 AR 図鑑などがあります。東京自然生き物展は
国立科学博物館で来月5日日曜日まで開催しています。今日お伝えした内容は番組のホームページでアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。